こんにちは、ドビコです。今回は孫たちとパンを焼いてみました。アジサイだよりは8分過ぎまで早送りしていただくと最後に載せています。最初に材料を測っているのは小4の男子です。学校で測りの使い方を習ったそうです。生地を作るのはパン粉さんにお願いしました。その間に先ほどの小4男子があんこを丸めています。約1時間でパン生地が出来上がりました。8分割するのはババがしています。まだまだ初心者でお見苦しい点はお許しください。この後の孫たちの可愛い手つきを見てやってください。横に現れたのは小4男子です。あれやこれやと横から指差しをして文句を言っています。この後レーズンを練り込むかどうかっていう話になって、そのレーズンを自分が開けるとか味見するとか横に来てちゃーちゃー言っています。結局パン生地にレーズンは練り込まないけど、味見してみると2、3粒食べています。手前で成形を始めたのは年長さんの女子です。赤ちゃんの頃に比べても大きくなったなと思ってたんですが、こうやって画面で見るとまだまだぷよぷよした可愛い手をしています。今並べているのはさつまいもを甘く炊いたものです。一応ロールパンの形を目指してるんですが、うまく巻けるかな。今度は小4男子の番です。先ほど妹に刺して横でじーっと見ていました。初めてすることは何でも妹に試させてから自分は確実にやろうというタイプです。先の尖った綺麗な三角を目指しているらしく、どうもこの先が気になって仕方ありません。横の妹からもうくるくるしたらと言われていますが、まだ気に入らないらしく、指先で三角形を一生懸命作っています。Thank you.
んとかやっとさつまいもを並べる気になったみたいです。あ、きれいきれい。やっぱりこだわってただけあってロールパンらしい形になっています。ハケで卵を塗るのも小4男子が立候補してきました。上にぶどうがついているのが年長さん女子の作ったので、くるみのついているのが小4男子の作ったパンだったと思います。大山くんに入れて約13分焼きました。いい感じに焼けています。下に見えているのは前回作ったパンかごです。上に乗せている網はアイリス大山のオーブン用の網です。さつまいもとくるみの乗ったのが小4男子の作ったので、上にレーズンの乗ったのが年長さん女子の作ったパンです。この後お昼ご飯に食べたんですが美味しかったです。今回も最後まで見ていただいてありがとうございます。もしよかったらグッドボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。最後にアジサイだよりです。先週よりも少しつぼみが大きくなってプツプツと濃いピンクが見えてきました。